食材を購入し帰宅。大根輪切りにする。皮を剥きます。割り箸をあてがって切れ込みを入れていく。ひっくり返して反対側も切れ込みを入れていく。こんな感じで合ってるはずです。この大根をタッパーに入れてレンジで先に火を通しておきます。ニンニクをみじん切りにする。フライパンにオリーブオイルを垂らしニンニクを炒める。蛇腹大根を置いていく。両面に焦げ目がついたらバターを放る。味付けは醤油とポン酢。最後におろし生姜を加える。大根ステーキ。